皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はデスティニーコネクトのファミ通紹介をしていきたいと思います。過去で僕らの未来が待っている、正体不明の機械と戦って時間停止の真相に迫ります。シェリーたちが戦うのは街の時間停止とともに現れた謎の機械です。敵、味方が素早さに順に行動します。まあ、見た目はキングダムハーツのようなものかと思ったら、なんかドラクエみたいな感じのやつだったっていうことが判明しました。まあそれはさておき、スキルを駆使して派手なコマンドバトルです。ではそれぞれのスキルを紹介します。シェリーは体力や攻撃力はそれほど高くはありませんが、敵単体に対して雷属性攻撃を行うボルトショットや味方を回復するなど使い勝手のいいスキルが使えます。ペグレオのスキルは敵にダメージを与えたり状態異常をつけられる攻撃があります。しかし自作の発明品を使用するために発動条件を満たす必要があるなど、ややトリッキーな条件となっております。そしてトゥルースのスキルは、敵に直接ダメージを与えるスキルは少なく、味方と連携を取ることでが得意です。敵全体を弱体化させたり、味方の攻撃に属性を付加するスキルを覚えます。まあ、サポート役ですね。まあ、頼れるメカ、アイザックは改造によってパワーアップします。アイザックは戦闘中に基本形であるガーディアンフォースからフォームチェンジして戦い方をガラッと変えられます。フォームは全部で6種類あって、それぞれスロットにギアを装着することで能力を強化できます。ギアの製作作成には敵から入手した素材が必要になります。序盤のうちは気に入ったフォームを集中的に強化するのもありです。チャンピオンフォーム、打たれ強くありませんが回避率と攻撃力が優秀です。敵1体の防御力を無視して攻撃するエナジーフィストといった攻撃をします。まあ、これはかなり優秀ですね。そしてアウトロフォーム、高い命中率で素早い敵も逃さない銃の名手です。敵全体に弾丸の雨を降らせる攻撃、バレットレインなどのスキルも使います。オルタナ、1999年のクロックニーで謎の機械に襲われていたシェリーたちを助けてくれた少年です。街の異変について何か知っているようです。シェリーの衣装は全部で21種類あります。クロックニーの街のあちこちに落ちている水晶玉を集めると、シェリーの追加コスチュームを手に入れられます。コスチュームは可愛らしいものから勇ましいものまで、全21種類もの数が用意されています。まあ、例えばそうですね、水兵さんの服、チアのコスチューム、西部劇なドレス、シャーロックな服、そしてゴシックロリータですね。そしてチートシュタイン博士、町外れに住む自称天才科学者です。まあ大体こんな感じですね。というわけで今回はこの辺で、デスティニーコネクトのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。